はい、皆さんこんにちは、ワネルグルイジです。では今回は久しぶりになりますが、ご覧の提督の決断法パープキットをプレイしていきたいと思います。でこれまでもうね、最終的には必ず空母艦隊を使って、ゲームをねやってきたんですが、今回はもう空母縛り、まあ、空母なし縛りって言った方がいいんですかね、空母を使わない形でゲームをやっていこうかなというふうに思っていますので、早速プレイの方を始めていきましょう。まあ、実際にはですね、空母を使わないとかっていう設定があるわけではないので、自分自身に勝つ、それこそ本当縛りになるんですけども、空母をね使わないという形でやっていきます。でシナリオは1941年12月、大韓巨砲時代ということで、1929年に発生した世界恐慌は瞬く間に世界へと波及。不況にあえぐ各国政府は国民の不満をそらそうと強弁な対外政策を取る。だがそれは国家間の緊張を高め、軍備拡張を促すことにつながった。列強はワシントン条約を破棄。持てる国力すべてを戦艦の建造に注ぎ込んだということですね。ワシントン条約っていうのは、各国で持てる、まあ、戦艦とかね、そういったものの数、排水量とかで確か決まってたんじゃないかなと思うんですが、そういうね、まあ、無条件に軍備を各国が拡張するのを、まあ、防ぐ目的だったんじゃないかなと思うんですが、まあ、そういった条約を、これを破棄したというところですね。プレイする国は、もちろん日本でやっていきましょう。さて、見慣れた画面になりましたね。ようこそおいでくださいました、シル長官。ゲームを進める上での簡単な説明をご用意いたしましたが、お聞きになりますかということで、まあ、僕は何度もプレイしているので、ここは割愛をさせていただきます。シル長官ご存知のように、欧州方面、ヨーロッパ方面では、イギリスとドイツが数軸連合に分かれて交戦。なるほど。イギリスを支援するアメリカ、ドイツを支持する日本との関係も緊迫する一方、状況を鑑み大本営、来週明けに連合軍に対し宣戦を布告。早いなぁ。もうちょっと戦力整えたいよね。さあ、航空機の開発と言ってますが、まあこの艦上タイプのものは一切使う予定はありません。艦上爆撃機の彗星、まあ今までだったらね、この彗星できたらうひょーってなってたと思うんですけど、この空母搭載可能な艦上爆撃機に関してはもう全然嬉しくないですね。もちろん基地、航空隊は配備していくので、まあ航空機は作っていくんですけども、やっぱり艦上タイプのものよりも陸上タイプのものの方が制限がない分ね、強いものが作りやすいというのがありますからね。特に艦上タイプ、艦載機に関しては空母から離発着できることが条件になるんで、設計上やっぱりね、制限が出てくると思うんですが、陸上タイプのものであればそういったものがね、あまり考慮する必要がない分、性能重視で、設計できますからね。では先へ進めていきましょう。まず資源がはっきり言ってカスだと思うんですけど、まあ、そっからですよね。まず艦隊から見ましょうか。ちょっと待ってね、新規編成今だと艦隊は一隻もない状態だな。ということは、まずは、空母。こんだけいるこの空母だよね。いやー、本当にさ、空母なしでクリアできるのっていう不安しかないけど、まあ、しょうがないよな。未配備艦からちょっとね、今の戦力確認しておきましょう。まあ、戦艦はね、数は揃っていそうです。戦艦はね。ヤマトはさすがにないよ。まだね。まあ、春菜、金吾、まあ、紀伊方。まあ、このあたりの戦艦までは一応揃ってはいるという状況。巡洋戦艦の赤城。巡洋戦艦タイプになってるね。総流とかあるけど、まあ総流はもう破棄ですよ、破棄。ポイッと。
さらに飛竜、これも廃棄。ほい。いやー、空母なしでやれる。護衛空母どうする？護衛空母。護衛空母はありっていう、自分への甘やかしを入れるかどうか。ちょっとここ甘えたいなぁ。護衛空母どんくらいあるか、ちょっと、いや、そんなに数ないね。護衛空母も。じゃあ、護衛空母、これも全部破棄。もうね、空母なんて使わない。まあ、空母を使わないと、どういう戦い方をするかというと、まあ、これまでの僕の、このね、提督の決断シリーズ、ご覧いただいた方は、大体察しがこの時点でつくんじゃないかなと思うんですけども、潜水艦作戦ですね。潜水艦をひたすら、建造建造。これでもかと、建造していくことになるんじゃないかなと思うんですが、こんな状況ですね。まあ、予想通りと言っていいのかな。戦艦の数はそれなりに揃っているかなというところです。では、早速、兵器開発から始めていきましょう。海大和川。側になっちゃったね。ガタ。これ、早速、やりましょう。空母はもう一切。一切ですね。航空機。まあ、どうする？艦上タイプのものは全くいらないんだよな。錦の飛空艇。これ作っときましょうか。まあ、2000キロ爆弾積んでますからね。まあ、言ってみれば2トン爆弾ですよね。だから。あと、水上の戦闘機はさすがにいらないかな。まあ、錦の飛空艇。これでいきます。技術開発はもう、どれもこれも、ガチャ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 。航空レベルはまあ、ちょっと後でいいかなという感じですね。お金も、今はまだあるので、これでいいでしょう。物資援助は受けたいぐらいですね。物資援助ドイツから。待ってね。となると、余ってるものがあれば余ってるものを渡してもいいよね。よし。金を1000円あげよう。余ってないけど。超活動。まずは南シナ取りたいよね。南シナ行きます。南シナで、確実に、資源確保したいね、と。そういう思いです。では、では。まずは、航空機ではない。艦船。これの、製造設計に入りましょう。まずは、そうだなぁ、駆逐艦。駆逐艦を作っていきましょうか。速度がとにかく速いものが欲しいので、速度重視でいきましょう。航行速度が速いものをベースに、まあ、一撃離脱砲で、まあ、特攻的な感じの役割のものをちょっと作りましょう。つまり、魚雷重視。42キロが限界？機銃、そうだな、手法の変更しよう。まずは、後部はなし。これでだいぶ変わるでしょう。で、速度は速くなったよね。これでいこう。んで、魚雷は5連装。これを、4機は乗せたかったなぁ、となると、いや、待て。耐久力さ、どこまで上げても大して変わらなくないこれ。全然変わってこないもんね。いや、そもそも一撃離脱するのに耐久がいるかという疑問もあるよな。航行速度42は外したくないし、機銃6も最低限必要でしょ。手法の口径を10に落としてもあまり意味ないか。そうすると、速度は落としたくない。爆雷装備。まあ、爆雷、あるなし確認する？ちょっと変わる程度。あまり意味がないね。となると、やっぱり魚雷5連装は外したくないんで、4連装に落として、これが4連装4機。これで行きましょう。じゃあ、艦名。もうね、これはね、スピード重視。とにかく、足の速い水雷戦で活躍してもらいたいなというところで、どうしようかな。スピード重視、そうだな。じゃあ、走路にしましょう。走路。走路。走路ってなんだっていう話なんですけど。
さあ、この早漏型の、駆逐艦、まあ、水雷戦で活躍してもらいましょう。2週間か。まあ、2週間かけて作っていきましょうか。早漏型を作るんですが、まあ、それ以外だと、まあ、潜水艦、まあ、漏れなく作っておきましょう。もう潜水艦頼みというで、いつもの展開になるんですけど、もうめんどくさいんで、同じ艦名にしちゃいましょう。まあ、どっちがいいのかちょっと微妙だね。同じ名前がすでに使われてますがいいですかというのを聞かれるので、ワンクリック増える分めんどくさくもなるという、まあ、なんとも言えないジレンマなんですけど、まあ、ちょっと今始めたばかりなので、まあ、このあたりはやっていきますが、まあ、おいおいはちょっと、この建造シーンとかはカットをさせていただくかもしれないです。まあ、どんな、まあ、艦種作るのかとかっていうのはね、もちろん、お伝えをしていく、必要があるのかなと思うんですよね。結局、どんなプレイするのかっていうのは、作った、まあ、船によってね、当然変わってくるので、また、こいつが変なプレイしてるなとかっていう時には、まあ、ぜひぜひね、ツイッターとか、動画のコメント欄とかの方に、バシバシ、ご意見とか、アドバイスとかいただければなと思います。で、あとはですね、今回、まあ、空母を使わないと火力不足に陥るのは、まあ、必定というところなので、揚陸艦をね、必ず連れていこうかなというふうには思ってます。揚陸艦、これを使って、まあ、敵の基地をね、奪っていくということをやりましょう。まあ、そういう意味で言うと、本当に、前半戦、もうすでに前半戦は終えてる状態になっちゃうのかもしれないんですけども、アメリカ軍がね、昼夜問わず、航空機を飛ばし始めるという状況になってくると、まあ、相当苦しいのかな、というふうには思いますね。鉄鋼不足、いきなりかーい、というところですが、行きましょう。では、艦隊の編成を行っていきます。新建成。第一艦隊。これには戦艦を撃つ。長門。戦艦は、そうだな。4隻体制にしましょう。戦艦4隻。これに、従順を、まあ、4隻。入れます。これ標準的な艦隊編成にしますね。さっき作った早漏型に関しては、もう早漏型だけで固める。足の速い早漏型だけで、艦隊編成を組んでいきたいなと思います。というのもね、結局足の遅い船が一隻でもいると、その船に引っ張られて、全体が遅くなってしまうんで、まあ、それを避けましょうというところですね。これで第一艦隊です。まあ、あとで第一艦隊には、提督をね、乗せていきましょう。で、第二艦隊。ここもですね、同じく戦艦は4隻体制。これを、今回の標準的な艦隊編成、艦隊構成のモデルにしていきましょう。まあ、ここはね、巡洋戦艦をさらに2隻追加したので、より火力は上がります。ただ、巡洋戦艦ってね、結局、巡洋艦と同じ防御力で、戦艦並みの火力を有しているというだけなので、まあ、どうなのというのはあるんですけどね。まあ、今回は、空母は絶対使わないというふうにしている以上は、まあ、こういう形でね、艦隊の編成をやっぱり組んでいくしかないので、組んでいきましょう。で、まずはさっき、ちらっとだけお話したように、まあ、何はともあれ、南シナを取って、資源をね、確保していかなきゃいけないので、まあ、そこからですよ、思ったより戦艦多いので、第三艦隊を戦艦を、いや、ほんと対艦巨砲主義っていうシナリオだけあって、むちゃくちゃ多いね、想像以上に戦艦の数が。他の
国々たちはどうするつもりなんだろうっていうぐらい多いわ。矢引き始め、駆逐艦を入れていきましょう。いや、駆逐艦入れる？やめよ。駆逐艦入れるとさ、駆逐艦は駆逐艦だけでもう、水雷戦専門部隊にやっぱするべきだよね。なんかいきなり自分が話してる戦略と違うことをやろうとしてるので、駆逐艦入れるのはやめる。もう駆逐艦だけで艦隊の編成をやっぱ組まないと。足の遅いものが混ざると、ちょっとやっぱり戦いづらくなるので、やめます。で、新県制。で、第4艦隊は残った人たちを入れていきますというところですね。もう数的にはどうなんだろう。駆逐艦以外はそんなに数残ってないかな。まあ、遊ばせておく余裕はもちろんないので、我々は。ドイツのようにね、ある程度それこそお金に余裕があり、鉄に余裕があり、つまり資源に余裕がありという状態だったら、まあ、戦況に応じて新しく艦隊を編成する。いいと思います。まあ、ただね、残念ながら我々はそんな余裕は全くないという状態なので、もうね、水雷戦専門部隊、これを作っていきます。駆逐艦だけの水雷戦専用部隊。でも基本的にはこの水雷戦専用部隊は、もう自分で操作をして、ひたすら一撃離脱、消耗戦覚悟というね、戦い方をしていきます。で、逆に、潜水艦はもう委任します。まあ、潜水艦いつも委任してるのどうなのっていうね、コメントもちょっといただくんですけど、もう潜水艦まで操作してる余裕は、ちょっと僕の技量だと残念ながらね、恥ずかしながらないというところもあるので、まあ、潜水艦はね、基本的にはもう委任してしまって、で、戦艦部隊も基本委任。まあ、ただし重要な局面は、操作。あるいはこの水雷戦部隊がね、使えないとき、は、自分でね、その戦艦部隊を操作していきましょう。いや、駆逐艦多いな。にしても。まあ、嬉しい誤算というか、全然ありがたいんですけど、まあ、駆逐艦って本来ね、まあ、名前の通り、潜水艦とかを駆逐する目的の艦種だったんじゃないかなと思うんで、まあ、敵の潜水艦を攻略、破壊するための爆雷装備はね、必須でついているものだと思います。で、ちょっと数合わせはあるんですが、面倒なので、これこそ本当に、予備兵力として第13艦隊は残しておきましょう。いや、第13艦隊まで来たの？むちゃくちゃ艦隊いるじゃん。で、潜水艦もそれなりに数いるでしょう。これは戦力結構あるね。第16艦隊までね、艦隊は編成できます。じゃあちょっと艦隊見ていきましょう。第1、第2、第3、第4、第5艦隊。ここまでがいわゆる砲撃戦ができる戦艦部隊という位置づけになりますね。なので、まあ、敵との決戦に際しては、まあ、このね、戦艦部隊で敵の基地攻撃なんかも行っていきます。で、第6艦隊から第13艦隊まで。これがさっきお話していた高速水雷戦を行うことを想定しています。まあ、今はね、作っている途中になっている双楼型。これをね、次期この水雷戦隊の主力として設計していきます。で、第14、15は潜水艦ですね。潜水艦部隊は第16艦隊としても増強をかけていきましょう。では、まずは第1艦隊。ああ、そうだ、その前に、提督を座礁させていこう。いや、少な！これは戦艦に乗せられる人が思ったより少ないぞ。というか、全然少ないぞ。もうちょっといるかなと思ったんですが、大将、中将以上の将官クラスは全然少ないな。で、従順に乗せられるってなると一気に増えるよね。南雲さんとかはね、もともと水雷戦の出だという話なんで、まあ、この辺に乗せてあげるのも、どうなのというのありますけどね。もうちょっとその、水雷戦に特化した、さっき言っていた高速水雷戦
船体に入れてあげる方がよりベターなのかもしれないですけど。まあ、じゃあこのあたりは一旦ね、しっかり後ほどやっておきます。今はザラザラっとちょっと入れていっちゃってますけども。で、まあ、駆逐艦の方にはね、より左官クラスの人間とか、そういうものをね、入れていきましょう。まあ、こんな感じで、設定の方はね、ちょっと今からしていきますので、少々お待ちください。はい。ね、ではね、今、ザクザクザクと進めてきました。提督をね、各艦隊と船にね、乗せましたので、OK としましょう。で、戦略地図の方を見てですね、まず南シナ海へ進行したいなというところと、敵の方がまずこの小笠原沖に攻めてくるのは必要。かつ、このトラック沖は絶対に守りたいというところあるので、ここにね、航空機を集中的に配備していきます。で、そのためにはまず日本近海にね、大量に航空機が配備されているんですけど、これね、航空機配備していても、ぶっちゃけしょうがないので、これ航空機配備やめます。ゼロにします。完全なるゼロ。もう本当に無駄でしかないんで、これ。いきなりここがだって攻められるリスクなんてないからね、日本が。まあ、遠くない将来になる可能性は非常に高いとは、個人的には思ってるんですが、そうならないようにもちろん頑張ってプレイをするし、今すぐこの日本が敵の、海域とね、接しているわけではないというのがあるので、もうこんなところに航空機を配備しておくのは、空母が使えない今となってはもう完全なる無駄でしかないので、この航空機の配備も、敵と遠く離れているところは基本ゼロです。ここにね、攻め込まれることがないことを祈りたいんですが、で、他はそういうところがあるのっていうのをちょっともう一度見ていきます。他はあまりないですんで。となると、まずは小笠原沖。ここに航空機を大増強かけていきましょう。まず直縁の数とか護衛機。護衛機はそれなりに欲しいかな。雷撃機が欲しいよね。敵の、やっぱり艦隊を潰しにかからなきゃいけないので。まあそういう動きができるように、艦隊を大増強、基地を大増強しましょう。小笠原沖。で、あとはトラック沖だね。トラック沖は絶対に落とされちゃいけない。まあ最重要拠点という位置づけなので、ここも爆撃機、陸攻、これを大増強。雷撃機、数少ないな。しょうがないね。陸攻は、もう、惜しみなく投入。まあ、特に、このあたりは、もう惜しみなくですね。OK だ。他、攻められて困るところある？絶対に失いたくないトラック沖。まあ、資源はともかくね。あとは、そうだな、マレー沖も失いたくないよね。貴重な資源だもんね。今、すぐ入ってくる。マレー沖に航空機配備しよう。今2個飛行場があるという状態なので、ここ、うわお！ 97 式の観光？ちょっと待ってね。35機か。そうすると爆撃機を1式の陸攻に全部変える。違う、雷撃をね。そうすると旧式の陸攻が35機増強できるので、こうしよう。で、あとは、厳しいかな。救急の艦爆？いや、これで行きましょう。んで、第2飛行場の方は、一式の陸攻を、これを、97式の、爆撃機、ちょっと待ってね。陸攻を、これ、97式の艦攻に全部変える。
で、救難式の立候補をこうしちゃおう。そうすると数はそれなりに揃うよね。これで一旦基地に配備した航空隊で敵の艦隊、これを撃滅するという形でいきましょう。では、続いて艦隊それぞれどこに誰を配備するか、攻め込ませるか。まず第1艦隊、これは南シナ海へ進出。第2艦隊、これは第1艦隊とともに南シナへ進出させましょう。で、これに随伴するのが第6艦隊の駆逐艦隊。これを出します。で、第3艦隊。これはですね、この後のことを睨み、レイテへ進行します。レイテ。第4艦隊、これもレイテへ進みましょう。で、小笠原の守りが必要なので、ここには第5艦隊を配備。で、レイテは第7艦隊を随伴艦隊として派遣。で、第8艦隊、これを一旦マレー沖まで進出させたいんですが、トラック沖を奪われては困るので、トラック沖へ第8、第9、第10と派遣していきます。まあ、これはこの後、オーストラリア攻略に際しての先駆け部隊にもなってもらいます。もうね、そこで死に花を咲かしてもらうしかないと。ああいう非常にちょっと申し訳ない形になるんですが。で、第14、第15艦隊はそれぞれ、南シナ、レイテへと派遣して、艦隊決戦でこれを占領後、潜水艦でその海域を守るという動きにしていきましょう。では、残ってる第12、第13両艦隊ですが、これをどこに置いとくかだな。まあ、これも一旦小笠原沖に出しておきましょうか。小笠原沖に敵艦隊が攻めてきたときは、第5艦隊とともにこれを防衛。そういう形で。では、艦隊の配備も終わりましたので、時間を進めていきましょう。あ、その前に待って。航空機生産しようよ。どうしようかな。陸上タイプのものでいいので、一式の立候補。これをある程度数用意しておきたいな。96式の立候補。一式の立候補で言うと、やっぱり一式の立候補の方が能力的には圧倒的に有利だよね。なので、一式の立候補を数揃えましょうか。生産。20機しか作れない。アルミがやっぱ少ないんだな。まあ、しょうがないですね。では、これで時間を進めましょう。あ、そうか。石油もないからな。艦隊、むやみやたらに動かせないっていう事情もあるんだよね。15艦隊。16艦隊編成できるうち、15の艦隊を作って、15の艦隊全部動かそうとしてるけど、どんくらい減るんだろう。ちょっと心配だな。今9000ありましたよね、石油。これがどうなったか。じゃあ、この次のターンで確認しましょう。で、まあ、開戦というところですね。金がないなぁ、日本。本当にさ、航空機の開発は、艦上タイプのものはいらないので、置いておいて、物資の援助。石油がない。マジかい。もうこんなにないんかい。ちょっと動かすのやめた方が良くないっていうレベルだな。マジですかい。マジですかいって感じだな。てか何にもできないし、今回。ぶっちゃけ。ひどいものがあるな、これ。マジか。物資援助。とりあえず金、1000円あげよう。いや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 って感じだな。いや、想像以上に石油使うね。びっくりした。で、南シナ海ですね。突入します。ちょっと待って。1個艦隊しかついてきてないじゃん。どういうこと？これ、やっぱりそういうこと？そういうことだよね。よくわかるよ。完全にさ、石油不足だよね。これ明らかな。マジかー。石油不足で艦隊が動かせないという致命的な状態になってるな。いやー、馬鹿臭すぎる。いや、9000もあった石油さ、一
回でなくなるの。ちょっときついっすね、それ。正直。いやー、無駄に艦隊動かさない方がいいっていうのがよくわかったな。まあ、ただ小笠原にさっき進んだ艦隊は動かないので、OK でしょう。早漏型。これ作りたいけど金あんのかな。ヤマトが完成したのと、潜水艦。あとは駆逐艦。うん、揚陸艦ですね。これがいけてますね。いや、びっくりした。本当にびっくり。沖縄、沖にいる艦隊、動けんのこれ。動けないでしょ。どうせまた南シナにさ。いやー、これさ、なんとかなんないの？金をちょっとください、みたいなさ。なんとかしたいよね。いやー、困った困った。まさか、そんなことになっているとは。いやー、一個艦隊しか投入できないって無理よ。これでさ、これで、これで、何、攻略できるの？本当に。ちょっと行くけどさ、一応もうこうなった以上は、じゃあ。行きますよ。敵の艦隊は？敵の艦隊いるの？いないの？そこよ、まずは。ちょっと夜間にやっぱ出撃してくるべきだったな。まあ何も考えずに来ちゃいましたけど。だってもうすでに、ある程度の数がね、ダメージ受けてますからね、艦隊は。夜に来てれば、まだこの時点ではね、敵の艦隊動かなそうな気配なんで。ちょっと待ってね。機関にダメージ出てるものはもう撤退させる。この時点で。これで足が速くなるんで。この間に。いや、敵の艦隊いないな、これ。だったらさっきのターンでしっかり占領して、資源を確保するべきでしたね。まあ、この辺りもちょっと手ぬるいかな。南シナ海ってドック付きだったら、まあドックで回復させるというのが一番いいですが、まあもたもたしてる間にまた昼間になっちゃったよっていうね。なんとも情けない結果ですね。OK だ。まずは対艦巨砲主義。これをね、しっかり体現してますね。さて、ここは石油が取れるので、もうすぐにでも、艦隊で、守りましょう。この次のターンである程度入ってくるはずなので、この南シナ海で、まずは第一艦隊の修復とともに石油を回収していきます。で、技術開発は、まあ、さっきと同じぐらいの感じかな。航空レベルはいらないので、残りですね。で、あとは、諜報活動としては、この先、マラッカまで進行しましょう。まあ、とはいえ、全くないんで、うわ、この資源見て、ひどいもんあるよね。まあ、しょうがない。ではですね、まあ、ちょっと長くなりましたので、今回のプレイはこんな感じになりますっていうところですね。やっていきましょう。まあ、この先の展開はですね、まあ、レイテ、ここに敵の艦隊がいなそうだという状況なので、レイテ進行、これを攻略、して、できればやっぱりマラッカを取って、マラッカでね、蓋をする。まあ、いつも僕が言ってることなんですが、で、その間にイギリスの守るオーストラリアへ進行。
で、ハワイをゴリ押しで取って蓋をして、力をつけるというパターンでね、いつものようにプレイの方はしていきたいと思います。では、いい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、またこの続きプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。